家の島津香織です。今日は10分程度でできてしまう、おうち時間を利用してすぐにできる実用的な刺繍ワッペンを、ご紹介いたします。私のお教室の中で大変人気のあった、柴犬のモチーフを、今日はワッペンにしてみました。それでは早速材料の方をご紹介いたします。材料は、刺繍糸25番、こういったものですね。お好きな色で結構です。それから刺繍針と、あとこういったハサミ、糸切りハサミ。あとこちらの、アイロンで、接着できる、フェルト、これが1枚。これが必要になってきます。それでは早速作っていきましょう。まずアウトラインステッチを耳の周りですとか顔の周りをやっていくんですけれども、裏にも接着剤がついておりますので裏には通しません。表のフェルトのみを、すくうような感じで制作していきます。こんな感じですね。接着剤とフェルトの間を通るような形になります。わからなくなるところまで糸を引っ張って、ここからアウトラインステッチをしていきます。だいたい2、3ミリ程度で大丈夫だと思います。耳の角まで来ましたらば、この角をちょっとね、一回止めるような感じで、きちっと針を落として、それで今度頭部の方に移動します。それでは反対側の耳に到着いたしました。反対側の耳に到着する際も、角のところがきれいに処理できるように、一回ここで針を落とします。きれいにね、アウトラインステッチをきれいにやっていくためには、ちょっとね、この処理は大事ですね。それで、また耳の周囲を塗っていきます。ね、今柴犬すごく人気なんですよね。飼ってらっしゃる方もとっても多くて、お教室の図案にもぜひ先生、この柴犬の図案をお願いしますと言われます。はい、耳の尖ったところもここで一回針を落として、耳の尖ったねところがきちんと表せるようにしましょう。はい、それから耳の反対側、こちら側をね、塗っていきます。今日これちょっと今黒っぽく見えるんですけれども、ちょっと濃いめのネイビーの糸を使ってます。今はここでね、そしたら今度は顔のところを一周するような感じで同じように塗っていきます。だんだん顔が出来上がってきました。あんまり柴犬のことは私も詳しくないんですけれども、なんかこう喜怒哀楽がはっきりしてるワンちゃんっていう感じがしますね。こう、嫌だったら嫌だっていう意思表示がしっかりあるような気がします。どうなんでしょうか。割とね、今まで飼ってきたワンちゃんがこうフレンドリーな感じのワンちゃんだったものですから、その
あんまり喜怒哀楽がはっきりしてる子は飼ったことがなかったのでね、ちょっとよく動画なんかで見てると面白いなと思って見てしまいます。はい、こんな感じでね、顔の部分は進めてもらって大丈夫です。ああ、引っかかっちゃいますね。ちょっとこれね、気をつけながらやんないといけませんね。針に糸がくるくるね、ちょっと巻いちゃう時があるので、それも注意しながらやっていきましょう。顔の反対側にようやく来ました。ここまで来たらば、一回また針を落として、角をきれいにしないと、やっぱり良くないですもんね。こういったものを作る場合。耳の、ところまで来ました。こうやってね、空き時間の時に刺繍は少ないスペースでパパッとできちゃうのが嬉しいですよね。洋裁なんかだとすごく場所使っちゃったりして大変だったりするんですけど、本当にその意味では刺繍って楽だなって思います。はい、じゃあ耳の内側に今度は入っていきましょう。耳の内側はこんな感じです。ちょっとね、小さめのアウトラインステッチでしっかり三角を作っていきましょう。はい、角っこに来たらば、角のところは一回これで落として、針を落として、次のところに行きます。よいしょ。三角がね、ラウンドした感じにならないように注意しながら進めましょう。角のところの処理もきれいにして、一回針を一番角のところで落として、それでまたやっていきます。針でチクチクやってるときは無心になれていいですね。心が落ち着きます。いつもずっとテレビを流しっぱなしにしたり、YouTube を見たり、心がざわざわしてるときに一針一針縫っていくと、本当に体がほっとするような感じがいたします。また大変今、針を持つことが体にいいっていうことがあるみたいで、そういった、キットもたくさん出てるようですね。はい、じゃあ次はここまで来たらば眉毛に行きます。よいしょ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 、えいえい、裏を通って眉毛の部分に行きます。眉毛はサテンステッチで3回ぐらいですかね。小さく。1回、2回、3回。
そしたら今度は目のところに行きましょう。これね、両方シンメトリーにしなければいけないので、そこをね、ちょっと気をつけながらやってくださいね。口がね、同じような形にならないと、ちょっとね、バランスが悪くなっちゃうので。ちょっとここまでやったら、一回出して、よいしょ。はい、じゃあまた反対側の眉毛に入ります。ここも反対側と同様に3回、回数をね、縫う回数を同じにすると左右同じサイズになりますので、ちゃんとね、数えながらやるといいかもしれません。はい、それで今度は目のところに移動します。大体4ミリ程度だったかな。よいしょ、1回、2回、3回、バランスを見て、これぐらいかな。うん、凛々しい感じのね、顔が特徴ですので、はい、今度は目の下の、顔の周りのラインをやっていきたいと思います。ここも先ほどと同様にアウトラインステッチで塗っていきます。糸が一色ですと、いろんな糸のように変える手間暇が省けてすごく楽ですね。一色でスイスイ縫えるって、からなんか負担も少ないですし、ストレスもなくパパッと仕上がるところがすごくいいですね。左右は大丈夫かしら。あ、まあいいだろう。こんな感じでね。はい、柴犬の顔が終了いたしました。こんな感じで、最後は糸の処理を引っ張りながらね、カットすると。はい、それでは今日はこのような感じで、可愛らしいワッペンができました。本当にね、少しのお時間ですぐにできてしまうので、ぜひお家で、やってみたい方、やってみてください。本当にね、あともうアイロンで好きな場所にペタッと貼るだけですので、こういう携帯のところでもこう貼ってみると、携帯ケースのね、ところとかに貼ると可愛いかもしれません。それでは今日のレッスンはこれで終了いたします。皆様ご視聴ありがとうございました。